はい、皆様こんにちは、こんばんは。そしておはようございますの方はおはようございます。中野平です。本日は Q&A でございます。普段ね、皆様から温かいコメントの方をいただいているのですが、まあその中に質問の方がね、いくつかございまして、そしてその中で、これはね、ぜひ皆さんとこの情報を、共有できたら、役に立つんじゃないかなっていうコメントを、僕の中で、チョイスさせていただきまして、このように動画の方にさせていただいております。なので、質問の方ございましたら、気軽にコメントの方をしていただけたらと思います。このチャンネル面白いと思った方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録、そしてコメントの方ぜひよろしくお願いいたします。それでは今回も参りましょう。よろしくお願いいたします。はい、では質問いただきました。今回も動画の方を楽しく拝見いたしました。いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。そしてですね、もし可能でしたら各12種類の動物の悪い部分というか気をつけた方が良い部分等の説明をしていただけると参考になるなと感じました。お時間ありましたらどうぞよろしくお願いいたします。はい、このような質問の方をいただきました。その動物の、それぞれのね、こう注意点、NG 事項っていうものは、各ね、動物を掘り下げたっていう、動画が、ございますけども、そちらの方でお話はしてるんですよ。しかし、やっぱりね、この部分だけ、今回で言うと、気をつけたいところ、注意点ってところだけを、ちょっとね、ピックして、整理しておくと、いざ、こうね、周りの人に、教えてあげる。そして自分が勉強するときに、役に立つかなっていうふうに思いましたんで、あえて今回はですね、一つだけです。その12種類の動物の一つだけを、注意点として、僕の方で、いつも通りですね、独断と偏見に基づきまして、挙げさせていただきました。そちらの方を解説していきたいと思います。はい、それでは、行ってみましょう。もうね、一つだけあげるっていうのもね、ほんと正直難しいんですけども、ほんとね、あえて一つなので、参考にしていただけたらと思います。で、まずですね、一思考から行きましょう。小鹿。はい。小鹿さんはですね、仲良くなると対応が変わる。そういうことですね。これはどういうことかと言いますと、小鹿さんって、ガードを張ってるんですよ。はい。普段は、最初はですね。はい。そして、そのガードが外れてくると、対応がね、分かりやすく言うと、強くなってきます。ね。最初はあんなに柔らかい物言いだったのに、いつからこの人はこんなに私のことをズバズバ切って、バシバシぶつようになったんだろう。ちょっとこれ極端な言い方ですけどもね。っていうくらいに、小鹿さんっていうのはね、変わっていくんですよ。しかし、それがですね、小鹿さんとしては、これぐらい私はあなたに心を開いていますよっていう愛情表現になるんで、受け止めてほしいところなんですね。しかし、それをね、知らずしてのね、周りの人だと、なんかこの人ね、最近ちょっと変わってしまったっていうふうに思うかもしれませんけど、逆です。そこには愛があるからこその、その当たりが強くなってきた、言葉が強くなってきたっていうのがあるんで、ぜひね、そこら辺は受け止めてもらえたらいいと思うんですけども、注意点でもあるんで、今回、小鹿さんについては挙げさせていただきました。はい。仲良くなると対応が変わってきます。で、続きまして、黒ひょうさんですね。黒ひょうさんは、センスを傷つけることです。で、しかもね、これ人前だとさらに最悪です。はい。黒ひょうさんはもうね、そのね、スマートっていうのが、もうこれね、テーマなんですよ。キーワードです。ぜひね、これはね、覚えてください。で、黒ひょうさんはその中でも、特にね、こう、ファッションとかね、そういった、センスっていうものにね、自分の中のすごいね、プライドを持ってるんですよ、実は。で、それを、あからさまに、センス悪いよねとか、ダサなんて、こう、友達同士だと多分あったりするじゃないですか。それね、めちゃめちゃに傷つくんですよ。なので、黒ひょうさんの、そのファッションもしっかりですけども、やってることとかにも、やっぱり黒ひょうさんの、そのこだわりっていうね、そのスマートなこだわりが出てますんで、それを傷つけないように気をつけてあげてください。特にね、黒ひょうさんはね、ちょっとね、繊細なところがあるんで、露骨に傷ついちゃうんで、本当に注意です。はい、センスを傷つける。人前だとさらに最悪でございます。覚えておいてください。で、次に。たぬきさんですね。はい。たぬきさんは、話を覚えていない。はい。ですね。たぬきさんは、右から左にその話してることがね、抜けてっちゃうんですよ。抜けてっちゃう。しかし、わかりづらいんですね。たぬきさんは、非常に、このね、うなずきと、そうね、もうニコニコしながら、わかったわかった、うんうんっていうね、めちゃめちゃ聞いてるように見えるんですよ。しかし、抜けてます。しかしですね、たぬきさんはもう本当に、ちょっと天然なところもありますんで、愛嬌がね、抜群なんですよ。だからね、憎めない。
なのでもうね、何度も言ってあげてください、たぬきさんには。まあそうしたらね、さすがに左に、ね、抜ける前にちょこっとずつね情報が残っていきますんで、何度も話をしてあげる。まあそれによって、まあたぬきさんにねちゃんと伝えたいことが伝わっていきますので、それをね覚えていただけたらいいかなっていうふうに思います。ストレスがね非常に減ると思います。たぬきさんは、話を覚えていない注意点です。で次、ひとしこ最後ですね。ひすいさん、水さんは仲間外れです。もうこれはまあザ・ひついちって感じですよね。ひついさんはねもう本当にもうねみんなで常にねめいめいしたいんですよ、ね、みんなと何かをしていたいんですよ。まあなのでその中から自分だけが外される、出し抜かれる、もうねこれにはね耐えられないんですよ、ひついさんは。まあなのでひついさんに対しては仲間外れ、そして出し抜く、もうこれだけは注意ですね。もう本当に羊さんはまあ温厚なので優しいんですよ。なんですけども、そんな羊さんもこれだけはねされるとですね、露骨に切れます。まあなので、まあそんな羊さんが獅子神様にならないように、ぜひね周りの方々気をつけてあげてください。はい、その時の羊さんはね決してニコニコはしておりません。露骨に切れます。では次に、白思考の方参りましょう。白思考まず1人目、狼ですね。狼さんの注意点はケチをつけられることです。もうねこれは僕がねいつも言ってます、意思決定が僕は狼ですので非常によくわかるんですけども、まあね挙げたい部分はねいっぱいあるんですよ、注意点は。しかし一番に挙げるとしたらこれかなっていうふうに思いました。もうね狼さんはその自分の、まあ、やってること、自分が好きなこと、プライドがあることっていうのをちょっとでもケチをつけられるとめっめちゃくちゃに怒ります。なんかねこうねスイッチが入るっていうんですかね、今まで笑ってたとしてももういきなりねその沸点がマックスになるくらいにいきなりスイッチ入るんですよ。まあなのでもう本当にその狼さんがやってることに対して本当にケチをつけないでください。どのみち狼さんってやってることが人と違うんで目についちゃうんですよ。まあなんですけども、それを放置しといてください、気にしないでください。狼さんは自分のマイワールドで楽しんでますんで、ぜひね変わってるねっていうね、あなただけだよねそんなことしてるのっていう風にして流してあげてください。それが、狼さんのまあ一番かなの注意点だと僕としては思います。はい、そして2人目、猿ですね。はい、猿は緊張感ですね。はい、これはどういうことかと言いますと、まあ、猿はもう本当に、なんていうんですかね、まあ、人生かっこ笑いって感じなんですよ。もう常に遊び心、これが重要なんですね、遊び心。まあ、それが、ありますよね。もっと真剣にやってとか、もっと真面目にやってとか、あるじゃないですか、そういうの。それね、猿にとっては、全くの逆効果です。猿にね、お子さんがいる人とかにもね、ぜひね、これ覚えておいてください。ね、猿は本当にそうね、遊び心でやるぐらいが一番実力を発揮できるんですよ。うん。まあね、まあリラックスした方がいいっていうのは誰しも共通かもしれませんけども、猿はですね、そこにプラスその遊び心っていうものが迫ってきますんで、猿に対しては常にカッコ笑い、遊び半分っていうぐらいの、立ち位置を、用意してあげたらいいかなっていうふうに思います。緊張させてもいいことは全くございません。注意です。はい、そして次、トラですね。トラさんはペースを崩されることですね。まあこれはまあ、白思考全般に言えることでもあるんですけども、まああえてこのねトラさんで、挙げてみました。っていうのもトラさんはそのねペースを崩されると結構露骨に怒ります。はい。まあ、ギャーとは怒んないんですけどもね、ちょっと空気変わったなとかね、ムッとしたっていうのがね、出てくると思うんで、まあ、あえてね、ここでね、トラさんで挙げさせていただきました。トラさんは、多分類で言うところの、指揮官型ですよね。全体を見るっていうね、全体を見て把握することによって、まあ、安心感を得ていくっていうタイプでもあるんで、基本的に、ちょっとね、全体をこの把握するのに時間がかかるんですよ。そして行動に移すまでも時間がかかるんですよ。だから、周りの人としては、なんかこう、ちょっとね、急かしたくなってくるんですね。急ごうっていう風にしたくなるんですけども、それをね、トラさんにやっちゃいけないんですよ。待った方がいい。待ってあげてください。まあ、それによって、トラさんはね、ちゃんと自分で安心したら、勝手に動き出しますんで、そして、もうその時はね、意思は固まってますんで、もうね、本当に何もしなくても、自分で、ちゃんといろんなことをね、切り抜けていきますし、やっていきますんで大丈夫です。まあなので、トラさんに対してはそのねペースを崩す、まあこれだけを気をつけてあげてください。で次、コアラですね。コアラは一人の時間です。はい、これはですねコアラは
一人の時間がないと死にます。はい。もうね、ほんとコアラさんっていうのは、まあ人間の一生、まあこれでも、まあその個性心理学動物占いっていうのは例えられるって話をしてましたけども、その中でコアラさんっていうのはですね、寝たきり老人に当たるんですよ。寝たきり状態。まあイメージしますと、本当に、平屋の日本家屋。で、そこの縁側がある畳の部屋。で、そこで布団を敷いて寝て、外をぼーっと見ている。こんな感じでイメージしてあげてください。で、このぼーっとしてる感じ、これが必要なんですよ。これが必要。だから、その時に人がいちゃダメなんですよ。まあ、なので、そのね、ぼーっとする時間、これを確保するために、一人の時間、これを作ってあげてください。まあね、家族がいたりすると、まあ、なかなかね、その一人の時間を取るっていうのは難しいかもしれませんけど、それでも取ってあげてください。で、それによって、非常にね、コアラさんはね、いろんなものが、整って円滑になってきますんで、逆に、パフォーマンスが上がってきます。なので、一人の時間、決して、ね、長くなくてもいいんですよ。少しでもいいですから、この時間を取ってあげたら、コアラさん非常に笑顔になります。ぜひねやってみてください。そうしていて注意点です。よろしくお願いいたします。はい、続きまして来ました、大物志向の方々ですね。はい、そしていきましょう。ペガサスです。はい、ペガサスさんは細かい会話ですね。はい、これねどう表現しようかなっていうふうにちょっと僕の中で思ったんですけども、まあ長話というよりかはどっちかっていうと細かい会話っていう表現の方が僕の中では適切かなっていうふうに思って、まあこう書かせていただきました。まあっていうのも、大物志向の方々はいつも言ってます通り頭の回転が非常にいいんですよ。でその中でペガサスさんはダントツに回転がいいんで。まあ、長い話っていうのはまず聞いてられないんですね。というのも、連想して、ゴールにたどり着けるんですよ。まあ、なので必要ない。しかし、ペガサスさん自体が話すときは、頭の回転がいいゆえに、どんどん話は出てくるんですよ。まあ、なので、意外と、長話っていうものには耐性があるっていう感覚があるんですね。しかし、例えば、ピトシコの方々っていうの話っていうのは、まあ、その細かく話す、そして掘り下げていくってことによって、安心感、満足感っていうのを覚えていく人たちなんで、その場合はいいんですけども、それをペガサスさんにやっちゃうとダメなんですよ。細かいところをね埋めようとすればするほどにペガサスさんは嫌がるんですよ。もういいからっていう、大丈夫だからっていう風になってくるんで、まあそういう前にペガサスさんねいなくなります。スーッと消え去ります。まあなのでね、ぶつかることはないんですけども、決してね喜ぶことではないので、ペガサスさんにあまりねこう細かい話っていうのは必要ありません。もうどっちかというと本当印象的、むしろね話というよりかは映像でビジュアルで見せてあげた方がペガサスさんは理解が早いです。まあなので、言葉ではなく、もう写真とかね、そんでパッと、動画とかパッとね、見せてあげたら、ペガサスさんはね、すぐに理解して行動に移せる、そして納得できるというのがありますんで、ぜひやってみてあげてください。ペガサスさんの注意点、細かい会話いかがでしょうか。次に、チーターですね。はい、チーターさんの注意点、それはネガティブワードです。はい、チーターさんはですね、まあ、12種の動物の中で最もポジティブだと思います。なので、ネガティブな会話嫌がるんですよ。もうチーターさんっていうのは常に何か新しいものを見つけて、それに対してチャレンジしていきたい挑戦型なんですね。まあなのでその人に向かって、いやーそれダメだと思うよとか、いやーあれはねダメだねとかね、そういうことね言うとね、テンションが下がるだけなんですよ。もうね、しかもチーターさんね非常にね純粋なんで、起点を聞かせてそこにね同調っていうのがね難しいんですよ。どっちかっていうと、もう自分の、そこで対立しちゃっても、自分の意見っていうのをそこでねバスって言っちゃうんで、ちょっとね関係がねぶつかる時があったりもしますんで、ネガティブワードっていうのはですね、チーターさんに対してはいいことがありません。はい、ただただ嫌がられるだけです。まあなので、チーターさんと会話するときは常に上に行く話、前に進む話、まあそういうことをしてあげた方が非常に盛り上がりますんで、ね、ネガティブなワードは避けた方がいいかなっていうふうに思います。しかしですね、チーターさん、そんな盛り上がって、行くぞと言って、行った。その矢先にすぐに冷めてしまうところもありますんで、そこら辺も注意点です。すいません、チーターさんだけね、二つになっちゃいましたね。はい。続きまして、ライオンさんですね。はい。ライオンさんの注意点、それはですね、初対面の対応です。もう一回見ましょうか。初対面の対応です。これね、すっごい大事なんですよ。っていうのもですね、僕が失敗したことがございます。本当にライオンさんっていうのはですね、
家族にライオンさんがいる方にとっては、え、そうかなっていうふうに、そんなに礼儀礼節ここに対してうるさいかな、むしろうちの親、例えば息子とかはだらけてるけどなっていうふうに見えるかもしれません。しかし外では別人なんですよ、ライオンさんは。はい、まあなので、ライオンさんっていうのは非常に、さっき言いました礼儀礼節、これにね非常にうるさいんですよ。なので初対面の時の対応、ここをミスしちゃうとですね、シャッターが完全に落ちてしまいます。そしてそのシャッターも開きません。なので初対面の時にはしっかりちゃんと丁寧に対応することが大事です。他にもね、やっぱり注意点がいっぱいあるんですけども、まずね、そこでしくじっちゃうと、ライオンさんと関係が築けないんで、僕はこのね、初対面の対応の大事さっていうものを、まあ注意点かなっていう風にして、出してみました。はい、何度も言います。初対面の対応、これに気をつけてください。はい、そして最後、ゾウさん、お待たせいたしました。なのに、ゾウさんの注意点言いましょうか？待たせることです。はい。本当にゾウさん、いつもすいません。最後になってしまってね。ゾウさんはですね、さっきも出てきました。人間の一生で言いますと、ゾウさんっていうのはですね、既得状態なんですよ。ひどい言葉ですね。で、どういうことかと言いますと、ゾウさんは、もうね、死んじゃうんで、もうすぐね、生き急いでるんですよ。めちゃくちゃ。はい。まあ、なので、待たせられるのダメなんですよ。まあ、しかし、難しいのがね、ゾウさんね、そう見えないんですよ。はい。まあ、タヌキさんもね、分かりづらいって言いましたけども、そういった点ではね、ゾウさんはですね、まずね、表面にね、そのね、感情ってもう出してきませんし、基本的に、その自分からね、主張ってものをね、なかなかしてこないんで分かりませんけども、ゾウさんはね、一見おとなしそうに見えるゾウさんは、実は、このね、お腹の中、心の中でですね、もうね、常に常に、前に前にっていう風に、思ってるんですね。まあなので、そのね、ゾウさんに対して待たせる、これはねダメなんですね。で、そしてまあこれはね、2つ目というか補足しますと、逆にゾウさんからお願いをされる、こういうことをしてほしいな、でそしてゾウさんはね、そういったことをね、正面聞いてちゃんと言ってこないと僕は思います。どっちかっていうと、普段の会話の中でさらっとね、本音を混ぜてくるんですよ。こういうことやってほしいなーとかね、出てくるんで、それをね、聞き逃さないでください。で、それを聞き逃さなかったら、次にすぐにやってあげてください。はい。そこもね、待たせちゃダメなんですよ。で、多分ね、ゾウさんは言います。急いでないからって言います。逆です。めちゃくちゃ急いでるんですよ。めちゃくちゃ急いでます。まあ、なので、本当にね、ゾウさんから、そのね、分かりづらいお願いとかちょっとありましたら、すぐにやってあげてください。それによってね、ゾウさんとの関係、非常に良くなっていくと思います。まあ、なのでね、注意点としては、待たせることがダメです。覚えておいてあげてください。はい、今回も喋ってまいりました。いかがだったでしょうか。12種類の動物の注意点を一つだけ挙げるとしたらどのようなことか。子鹿、仲良くなると対応が変わる。クロヒョウ、センスを傷つけること。タヌキ、話を覚えていない。羊、仲間外れ。狼、ケチをつけられること。猿、緊張感。トラ、ペースを崩されること。コアラ、一人の時間。ペガサス、細かい会話。チーター、ネガティブワード。ライオン、初対面の対応。ゾウさんは待たせること。以上の注意点。注意点って、まあ、人って意外とですね、やりたいこととかね、好きなことっていうのは人によってすごい分かれてたりするんですけども、嫌なことっていうのは割とね、こう共通してるんですよ。まあ、なので、今話した、12個の、注意点。まあ、これだけでもですね、まあ、結構、まあ、周りの人からしたら、まあ、喜んでもらえる。そして、まあ、これを、まあ、見ている、まあ、あなたとの関係っていうものに対して、まあ、非常にね、この安心感っていうものを覚えてくると思うんで、まあ、ぜひね、活かしてみてください。今回も動画の方を最後まで見ていただきありがとうございました。本当にね、質問の方ありましたら、まあ、全てではございませんが、まあ、このようにね、動画の方で答えさせていただきたいと思いますので、ぜひね、気軽に送ってください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。ではまた。